こんにちは、ゆうです。パザーのお時間です。はい、今日の誕生日の方、おめでとうございます。服装は変わってないということは、鳥だね、ため鳥でございます。はい。さあ、まあ、僕もゴールデンウィークなんでね、まあ、特にやることもないんですけど、はい。まあ、やることはあるんですけど、はい。ね、今日も、見かけにさばか芝居のでやっていきたいと思います。これ言いましたっけね。はい。クシーガンダム、今回もね、現状ね、使いこなせれば、クシーガンダム、はい、ジャスティスね、ちょっとね、HP 強化振っちゃってるんで、ちょっと全然遅延もないということで、まあ、せっかくガチャで出たんで、クシーガンダムまた使っていきたいと思います。前回の動画見てくださった方ご存知かもしれませんが、引退クシーガンダムお持ちでございます。はい。それでは、早速ね、動画撮っていきたいと思うんで、耳かゆいなパーティーをご紹介します。はい、こちらですね、前回よりパワーアップしております。ちょっとね、仮面ライダー入れてみました。はい。マシンタイプということで。これは結構いいんですよ。はい。それではご紹介しましょう。リーダーのクシーガンダムにリーダー戦隊してスキッチを2つ。明瞭ではっきりとしたサウンドですね。はい。どんなサウンドでしょうね。はい。ボカロはあんまりわからないんですよ、僕。はい。で、まあ、変身時にサンターヘイストと、光回復の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が45倍、ココモカさんマシンタイプの HP が 2.6 倍となっております。で、こちらウィンガンダムゼロ、エンドレスワルツ版ですね、小学生冬にカミキラーにスキルブーストプラスプラス。で、これは前回出た僕は変わるよ、変えてみせるよ。はい、僕もガシャンを変えてみて、見せたいです。滑舌も変えてみせたいね。はい。ハサウェイ、クシーガンダムの武器つけております。はい、これでね。はい。これで、無効貫通要因が増えるということで、あとチーム HP も7コンボ強化も補えるんで、まあいいかなと思ってます。で、こちらがね、ちょっとね、今回の肝というか、まあ、仮面ライダー、兜、ライダーフォームなんですけど、で、潜在がね、これもスケッチにつけたいんですけどね、お邪魔目覚め、毒目覚め体制つけておきました。はい。お邪魔と毒を間違えてるというね、はい。で、アシストが背中任せて大丈夫なんですが、はい。ちょっとわかんないですけどね、はい、つけてみます。はい。で、このスキルが、スキルって潜在もチーム HP なんですけど、で、7コンボ強化の圧縮に浮遊と、で、マシンタイプということで、で、非光ということで、ユニコーンガンダムの、副属性を光に変えても、ライダーが、主属性非なんで、ちょうどいいかなと。で、スキルもね、これね、1ターンの間、2ターン使える、光、闇、回復、ルーレット1個生成、操作時間が2倍、自分のダメージ上限値が40億ということで、これ割といいんじゃないかなと思って、ユニコーンガンダム1体しか持ってらっしゃらない方、で、フレンドさんが出してくれはる方とかって、ルーレットでさ、その、ちょっとね、ありった系の人、光と回復を集めて、かき集めて、はい、いけば、なんとかなるんじゃないかなと勝手に思ってます。はい。で、こちらが、ラクスクライン&エターナルですね。はい、小学生、全パル強化に、スキルブーストプラス。これも遅延がなかった、ほんまに。で、インドラ武器ですね。で、こちらが明瞭でクッキーとしたサウンドの片割れというか、はい。なんとか、リンさんですね。小学生スキルプラスに、アシストの光線剤に、HP 強化の最大のやつを一つ。で、マキマスさん武器をこちらにつけました。なんかカチカチ言ってた。はい。で、こちらフレンドさんのユニコーン同じですね。はい。スキルブ6つに連続性軽減1つ、前日の武器つけていただいてます。で、バッチやガンダムバッチです。はい。それではね、5月のテストレベル14もやって、これで21個になるか、また2回引けるか。はい。それではユニコーン目指して最高やれるな、今回のガチャンは。毒目覚めとかあるかな。前回ね、ちょっと嫌やったんで、鬱陶しかったんで、つけたんですけど、はい。なかったですね。とりあえず、今ここにある世界を信じましょう。で、これ使って、ヘイストかけて、で、ゾンビやったっけ、忘れた。で、こちらを使いまして、で、最後、クシーガンの変身と。で、76なんで、まあ、ここはいいか。で、やれるな。ユニコーン。オッケー。で、ヘイストもかけといて、はい。で、これで、この方は無効貫通ですね、はいはい。で、僕にも優しい、ちょっとルーレットの速度がね、気持ち遅いかなとは思うんですけど、はい。はいはいはい。オッケー。はいはい。お邪魔、目覚めでしたね。ダンジョンデータ見てないんでね、これ。4クエスト。
いけた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 でしょういけたでしょうって、あ、もうここで出てくるか、やばそう。でもあれやんね、最大 HP 上がってるから、はい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 、で回復軽減貼っといて、ちょっと待って、まず色決めよう、指定書決めとこう。なんでこんなとこで決めてるかわかんないですけど、はい、これでよしよし、こんだけ HP あったら足りるでしょ、全然軽減ぐらい。おっしょっしょっしょ、 OKOK で、あんただけは落とすとギャウギャウに使ってまうというね、ちょっともったいないんですけどね、マジで。ちょっと待って、これでいいか、なんとかなるでしょう。いやもうなんかいじったらむずいそうはいはい、まあ、ラックスの全パラ強化がね、ガンダムマッチにかかるのがでかいっすね。めちゃくちゃ HP タンクになってくれてる。ガルダの暴風、おおおい、なんや、1回じゃないんかい。よしよしよし、じゃあここからはもう自動回復ループしましょうか。んーで、なんかないかなで、これからが地獄だぞ、しといて、一旦あれですね、あれですね、まあ、カブト使っとくか、はい、回復もね、回復もね、はい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 、はよ、オッケー、よし、いやーちょっと危ない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 、オッケーオッケーオッケー、でこれでもう邪魔目覚めやったな、洗剤つけるの、やばい、え、大丈夫、一旦ため入るタイプ、消せない、オッケー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 、あ、そうか、デバフ食らったからか、オッケー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 、で軽減貼っときまして、よしよしよし、ここで、あー、ユニコーン使うのちょっともったいないかな、うーん、いやいやいや、ウィングゼロはあれか、ユニコーンの方がいいか、あんただけは落とす、ちょ待って、これあれちゃう、吸収ちゃう、これもしかして相手、あんただけは落とす言うといて、回復させてもうた。マジか。一旦決めなかったんか。そうか。そうか。そうだよなぁ、ですね。はい。はい、OK。はい。耐えましょうか。よし。でクシーとユニコーンで行ったらよかったんや、クシーとでユニコーン使って竹は落とす、123456788、はいはい、123456、いやもうこれちょっとウィングゼロ行ってきましょう、はい OK、はい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 、よしよし、でここで、はいはいはい、はい、これを刺しといて、ちょっともう手加減なしで行かせていただきます、はいはい、よっしゃ、 OK、 次は4フロアでアシスト合わされる、アシスト向こうこんないらんかな思ったけど、やっぱいるんやね、はいはい、で誰がつけてたっけ、
アシストの光線材。オッケーオッケー、光ね。はい。で、このターンは足休めみたいな感じですね。はい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 。オッケーオッケー。よし。倒しちゃうん、それで。日本エグいね、ほんま、ガンダム。ガンダムバッチやからか。ちょ、待って、また吸収かいな。きついて。はい。で、バントだけは、落とす。はい。これ、あれですね。こんな日いらんから。あっぶんね。斜め対応すんのやめーて、ほんま。あ、よかった。よかった、よかった。よかった、よかった。あ、通った、通った。よしよしよし。で、デバフもこれ消えたんで、おそらくいけるんじゃないかなと思ってます。はい。で、よし、これから地獄だぞと言われて警告されてるけど。んで、はいはい、とりあえずもう火も組んどいて下で。で、操作時間は伸びてるんで、闇、これでいいか。あと2個、あと2個、あと2個。はいはい、回復も回復も。あと2個、ロックないとこ、ロックされてない方。ロックされてない方。オーケー、全然いけた、全然いけた。これまた吸収やったらちょっと泣くよ。なんか、よし、それだ。あ、泣くわ。落とす。はい。火飲む交換図って意味あるっけ？ありますね、はい。了解。で、押しといて、何一つできてへん。もうそうそうなるわっていう感じ。え、つか雲ない？あれ、あんただけ落とす、なんで使ったんだっけ。あれ、あ、使ったのか。よしよし。で、ここは、とりあえず L 字をしっかり。え、どこ行った？あの、ヒードロップ。はいはい。よし、これで、はい。で、次に、あんただけは、落としを決めれば。あ、あ、行ってもた。うわ、よかったー。吸収だらけやんけ。はい、OK、14クリア。これも動画見ときますわ、今日で。はい、動画見ときました。それでは、石を受け取りましょう。宝石。20個。一応ね、ユーザー情報、購入履歴。無料配布21個です。はい。21ですね。センチュリー21ですね。はい。OK。ユニコーン出るでしょう。センチュリー21になったら。はい。それでは、いきます！最高！ユニコーン！よし！シュピーゲルか。あれ、誰だっけ？なんとか兄さん。G ガンダムあんま詳しくないんですよね。いや、でもこれはね、己の未熟さを恥じるがいいってちょっと見えて、ちょっと心に来るものがあったんですが、闇四リーダーとかね、あんまなかったんで、闇四リーダーで、ね、マシンタイプになっちゃうんか。キルアの相方みたいな、ちょっと欲しかったんで、よかった。キルア、いつもキルアお借りしてたんで、ありかな、これは。はい。ラストワンです。ユニコーン、読みましょうか。もう名シーンいっぱいあるけどね。それだ。はい。
ガチャウンの就職、就職じゃ収束。ガンダムは敵。はい、今回はこの辺にいてお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ動画の感想や、皆さんのゴールデンウィークのお過ごし方、はい、また動画の感想、また2回言いましたね、はい、まあ、評価もいただけると嬉しゅうございます。はい、それではね、今回のお相手は私ゆうでございました。それではね、バイバイ。